病気が治せる鼻うがい健康法をご紹介したいと思います。まあ今日はちょっと実践をね、移そうかなと思ってるんですけど、まあちょっと絵面的には汚いんだけどね、まあコロナウイルス関係で、どうしてもウイルスっていうのは鼻の粘膜からね、入ってきたりするんで、そこを洗浄してあげることで感染予防にもなったりしますし、いろいろな病気が治るっていうことでね、注目があるものなのでね、ご紹介したいと思うんです。これはね、10年前かな、15年前ぐらいから鼻うがい私もちょいちょいやってるんですけども、こちらの本は黒羽さんからお借りしたものなんですね。でこの本よく見るとね、どんな病気に効くかっていうのをここにちょっと書いてありますけれども、関節炎とか喘息とかね、腎臓病とか膠原病、アトピーとか大腸炎、花粉症ね、アレルギーのね、代名詞ですよね、花粉症、そういったものもこの鼻うがいで治るよっていうのはもう最近常識的になってると思うんですね。ただね、抵抗があるのはこれよ。鼻うがいって痛いんじゃないってね、痛いの嫌じゃない？だからなんか知ってても、いやちょっとやりたくないなみたいな抵抗があると思うんですよね。でこの絵のように、この本で紹介しているのは、まあ、こういったチューブみたいなのを使ってクッと押し込んで入れていくものなんですよね。で私がやっている、鼻うがいはねこれ使います。アラジンのランプみたいなねやつなんですけど、これネティポットって言います。これ陶器なんです。陶器なんで割れちゃう可能性があると思って2つ買っといたんですよ。でも案外長持ちしてね、これ未開封、もう1個の予備使わないで済んでるんですね。でこれはね、この絵にあるように、こう片方の鼻の穴に当てて、でまあちょっと上向きになって反対の鼻の穴から水を捨てていくっていう感じなんですよ。これがね、ちょっと絵面的にはまあ汚いというか、まあ恥ずかしい感じがありますよね。でもどんな風にね、なるかっていうのをちょっと見たいなって思う人もいると思うんですね、やる前に。なので今日、まあもう私恥っていうのなくなったのでちょっと実践してみたいと思います。でそれからこの鼻うがい痛いっていうのは、ただの水で鼻うがいをすると痛いんですね。で生理食塩水にすると痛くないんです。でそのパーセンテージがすごく重要 でそのパーセンテージ、食塩を入れるパーセンテージ間違えるとやっぱり鼻痛いって思うんですね。なので食塩を入れる濃度としては 0.9% です。500ml の水に対しては、小さじ1杯の塩よりちょっと少なめにします。小さじ1杯って 5g ですね。これをちょっとにします。ちょっとにというか、すり切りで少し少なめにするっていうのがコツなんですね。そうすればね、毎回間違わないですね、済むんですけど、あと作り置きっていうね、のもあって、まあ、1リットルの水に対して、10グラムなので、まあ、10グラムでちょっと少なめにするっていうこと、10グラムはごめんなさい、1% になっちゃうからね、0.9% 濃度にしておくっていうことで、冷蔵庫が使える場合は冷蔵庫にだからその液体をね入れておくんですけども、で真水っていうのもまたねちょっと痛いんですね。なので一回水を食塩と一緒に沸騰させて、それを保存しておくっていうやり方でも、早く使い切んないとやっぱり雑菌が繁殖してしまいますんで、私はどっちにしても保存が効かない環境にあるからね、500ml に5グラムよりちょっと少なめにした小さじ1杯の食塩を入れて、で一旦沸騰させて冷ましたものを使います。じゃあまずそれをね、
沸騰させるところからやらないとね。あ、でもそれ普通にわかるからいいよね。一回ちょっと切りますね。準備できて鼻うがいするところをまた移します。今鼻うがい用の食塩水を沸騰させてるんですけども、これ移さなくてもいいよねと思ったけど、やっぱり移しながらお話ししようと思いました。今日なんでこれをね、撮影しようかなと思ったかっていう理由をちょっとお話ししたかったんですね。っていうのも、梅雨が明けてすごい喉が痛くなったんですね。え、どうしちゃったのっていうぐらい喉が痛くて、なんて喉の痛みっていうよりも、なんか喉の奥の方が焼けるような感じ、これなんだろうと思って、ちょっと原因を探したらですね、どうもこのキッチンの引き出しとかね、こういったところ、流し台の下とか、こういなんていうの、この扉を、梅雨だからって、こっち結構湿っぱなしにしてたんですね。湿ってしまうのも嫌だからと思って。で、天気良くなったし、開けようと思って一日開けっぱなしにしてたの。そしたらさ、なんかすごい臭いの。何この匂いと思って、カビと思ったんだけれども、いや、これはおそらくホルマルデヒドとかそういった薬品系だなっていうのがちょっと感づいたんですね。っていうのも、ここ水道、下水道工事した時に水道管の隙間を埋めるためにね、なんか接着剤みたいなのを使ったらしいんですね。で、その後で、そのすぐ直後ね、ものすごい気持ち悪くて倒れたんですよね。で、その時と同じ匂いがしていることに気づいたんです。ってことは、閉めっぱなしにね、扉を閉めっぱなしにしてたから、そういったのが充満しちゃってるんだなっていうのが分かりました。それからですね、ここの食器棚の、扉、前ちょっと撮影したかな、撮れてたかな、この扉の内側にホルムアルデヒドの検出紙をセットしといたら、やはりちょっと出てたんですね。一応工程内ではある基準値ではあるような 反応だったんですけども、でも出てるってことはさ、過敏症の人にとっては結構もうそれでアウトじゃない。もうやっぱそれでやられてるんだなっていうのが分かったんですね。それで、この焼けるような喉の痛みがね、全然取れないんですね。で、ちょっと、鼻うがいするかと思ったんですね。ちょっと私は毎日鼻うがいをするっていうのはもうしてなくて、ただこの鼻うがい健康法をね、知った時はちょっと毎日続けたこともあったんです これでね。でも、なんだろうな、それをずっとやり続けるほどの疾患っていうのが特に見られなかったので、もうやめたんですけど、そうやってちょっとね、鼻の奥の方とか、こう喉が調子悪いなと思った時に、この鼻うがいをちょいちょいやるようにしてるんですけれども、そうするとだいぶ楽になります。今回もこれでね、改善すればいいんですけれどもね。で、こう話してるうちに、この食塩水も沸騰し始めましたね。あ、そうそう、沸騰っていうのはさ、もう少し泡が出てきてるので、もうこれ沸騰っていう状態です。多分もうちょっとボコボコボコというまでさせますね。で、火を止めて、冷まさないとね、このまま使えないですからね。逆にこのまま熱いのをね、鼻の中に流し込んだら、やけどしちゃいますから、そんな大バカなことはしません。沸騰して、冷まして、その後、また撮影します。はい。鼻うがいに使うための生理食塩水、一回沸騰させて、で、冷ましたんですけど、これ
見えます30今9度ぐらいまで落ちました。あ、全然ピントが擦れちゃってるかもしれない。映ってるかなね。人肌ぐらいにね、冷まして、それでセットしますね。これね、ティーポット、ここに、使う前にね、このね、ティーポットも洗浄しておきます。で、半分量ぐらい、このね、ティーポットだとね、250ml ぐらい入ります。こっちのこちらの本での紹介だとね、数ミリでいいよって書いてあるんですけども、まあそうなんですでもね、なんか鼻が詰まってたりとかするときってこう あんま入っていかないんでね、結構大量にこう入れておく方が水圧がかかるので、勢いよくね流れていってくれます。なので結構いっぱいに私入れます。ちょっとね恥ずかしいんだけどね、どっと顔が見えるようにすると、こっち向きか、鼻に片鼻こっちで、あ一応こっちに流したい、こういうふうにねちょっとこれ微妙なのかな、位置が。そうそう、ポイントは傾き加減も必要なんですけど、口をちょっと開けるのね、アホ面みたいになるんだけど、そうじゃないとね、反対の鼻からこう出てってくれないんだよね。でね、鼻の穴に、あ、そっか、ちょっと見せよう。このちゃんとね出てくる口のとこ合わせてね、ずれないよね、鼻の穴とこの出口の穴がね、こうやって行きます。でこれね、口で呼吸する感じになるんだけども、そんな口で呼吸するほどやらなくても大丈夫で、まあ気持ちいいけどね。で今ちょっとこっちからこう垂れてると思うんですけど、これを鼻チンって噛んじゃうと、耳の方に液体がいっちゃって、ちょっと中耳炎とかね、逆に炎症を起こしてしまうので、しばらく垂らしとくんですね。で鼻に水も一緒に垂れるので、ね、垂らすことによって、ああ体がバイキン出てったな、ウイルス出てったなみたいなのをね、感じてくれるので、しばらくちょっとこういう風にしておきます。でもここ顔にね、水が垂れちゃってるので、このままだとね食塩なんで、ここヒリヒリしちゃうから、で軽くこう拭く程度にします。でこっちの鼻から入れたので、こう出ますよね、反対からね。で、まあ、両方の鼻をうがいしますね。なんで反対だとこうちょっと頭が映っちゃうね。反対もやりますね。でうまくできるかな。カメラ意識しながらやってたからね、うまくこういかなかったけどね、まあ鼻水垂れちゃうんですよ。これしばらく置いとくとまたツーって出てくるの でそれもちょっとこう拭き取ってあげる感じにするのね。後でまた鼻水みたいにタラーンって垂れてくるけども、それも垂らしてあげることでちゃんと洗浄されたなって体が覚えてくれます。これで完了。全然痛くないね。
なんで痛くないかっていうとね、やっぱり人肌の温度にすることも痛くないポイントだし、生理食塩水の濃度も 0.9% にすることもすごく重要なんですね。そう。まあこれがね、ポイントですね。それとお水なんですけど、この水道水はダメ。痛いです。水道水にすると。ね、おすすめはこれ。アルカリ温水です。普通のねミネラルウォーターでもいいんですけど、アルカリイオンのお水にすると、アルカリってやっぱり体内をアルカリにしてくれるので、そうですね、やっぱちょっと病気がちの人っていうのはね、体が酸性に傾いてるんで、鼻の中もね、このアルカリのイオン水を通してあげることで、そっちの粘膜もね、少しアルカリにしてあげる。それで、まあ、免疫力アップにもつながっていく。あとでね、自分の体が酸性に傾いてるのかアルカリなのかっていうのも、ちゃんと試験する方法をちょっとお伝えしようと思います。このアルカリ温水、ちゃんとアルカリだよっていうのもわかるので、まあ、その動画もぜひ見てください。